10月対戦の日本代表にオーストラリアドン引き。10月に日本代表のホームで対戦するオーストラリア。バーレーンに敗戦し、インドネシアに引き分けとなっており窮地に立たされている。日本戦を見たオーストラリア現地の反応がこちら。バーレーンに負けインドネシアに引き分けた。本戦への出場は不可能かもしれない。勝ち点を取らなければいけない相手に取れず、日本相手に勝ち点をもぎ取ることができるだろうか？オーストラリア代表チームはインドネシア代表チームを引き分けに抑えた。もはや序列は変わってしまっている。インドネシアに引き分けかアジアのレベルが上がっているのか、我々のレベルが下がったのか。我々は敗戦したのに日本はバーレーンに大勝だ。この差はなぜついてしまったのだろうか。いつも日本とはいい勝負をするので今回も激しい試合になることを願っている。日本との試合は失点数の競い合いになっている。オーストラリアが勝つことができればチームは勢いを取り戻すことができるかもしれない。数年前まで日本とはいい勝負をしていたがすでに違う世界に行ってしまったようだ。オーストラリア中国と最下位争いやん。